ここら辺は三河地方なので、三河木綿というのが江戸ではブランド名として通っておりましたが、衣木綿というのはその三河地方の三河木綿の、範疇には入るんですけれども、白い木綿というか白地の木綿が三河木綿としてブランド品である、そういう状況の中で、縞模様を織り出している木綿ということで、この地方ではそういう木綿を衣木綿と呼んでおりました。昔の、その昔といっても江戸時代の後期になるんですけども、江戸時代後期にこの地方の人たちが織っていたその木綿の、技術、それからその木綿を織るにあたっての、英知、知恵ですね、知恵とか工夫とか、それからその木綿を織ることに向き合っているその精神性、そういうものを全部含めて伝えていきたいなと思っています。